義母先生。義母チャンネル第2弾、義母先生をご覧の皆様、こんにちは。沖縄の言葉で挨拶したいと思います。はいさい。さあ、義母チューブに続き第2弾は義母先生。義母先生ってどんなコーナー、説明しましょう。三線の歴史や作り、弾き方、チューニングの仕方、弦の合わせ方ですね、いろんなものを紹介していきたいと思います。三線奏者の義母和也と申します。義母チューブを通す中で三線の弾き方を教えてくださいとか、いろんな声が実はあったんですよね。そこでちょっと僕にできることがあればお伝えしていきたいと思いまして、今回義母先生をスタートしたいと思います。皆さんからのこういうことを教えてほしいとか、三線についてこんなことが知りたいですとか、そういったメッセージも募集しておりますので、ぜひ何かありましたらどしどしよろしくお願いいたします。さあ、第1回目の今日は三線の簡単な歴史とですね、作りについて紹介していきたいと思います。まずは歴史、三線の歴史は沖縄がまだ琉球王国、一つの国だった時代に遡ります。今から600年ぐらい前ですかね、中国の三弦という楽器が起源になって沖縄に入ってきた楽器が三線。そしてまた沖縄から本土に渡っていって、津軽や長唄のお三味線になっていったと言われているそうです。さあ、本土の津軽や長唄のお三味線と沖縄のこの三線の最大の違いは何でしょう、何でしょうかね。さあ、皆さんも気づいてるかもしれませんが、沖縄のお三味線の特徴はこの胴、ボディといわれる楽器の胴体の部分が蛇の皮でできています。後ろもそうですね、蛇の皮、スネークスキンですね。そして作りがですね、この胴のこの皮の部分と竿、これがまたね、分解できます。そして糸巻きと呼ばれる、まあ、沖縄の方言ではからくりと言いますが、そこの糸を巻く部分、これも取り外しができますが、この、まあ、大きく分けるとからくり、そして竿、ボディの、3つからできております。チューニングの仕方やね、持ち方などいろいろ教えていきたいんですけども、今日はこの辺で失礼します。また会いましょう。義母先生でした。バイ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 。